全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、あやきんです。さあ皆さん、4月の2日3日に代々木公園であったアウトドアデイジャパン、皆さん行きましたでしょうか？東京じゃない方はね、なかなか行けないと思うんですけど、東京にお住まいの方結構いらっしゃった方も多いと思います。で、雨の中ねだったんですけど、結構いっぱい人がいまして、僕も行ってきました。マスクしてね、ご飯食べるところもあったんですけど、マスク取らずにご飯も食べずにずっと何時間も行ってました。で、今回はですね、そこでめちゃくちゃいろいろいいものあったんですけど、その中で買ったものをですね、戦利品といいますか、買ったものを皆さんに紹介したいなと思います。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあでは早速見ていきましょう。まずね、いろいろインスタフォローしたりすると結構もらえるものがあったりします。これね、チャムスのところで、チャムスのインスタ元からまあフォローはしてたんですけど、チャムスのステッカーだったりとか、あとはリバーズさんのステッカー、あとウェイバーですね、アンケート答えてもらえるやつで、このスマホの後ろにこう手入れれるやつ、ウェイバーのね、こういうグリル型のやつ、これももらいました。で、あと僕は見つけれなかったんですけど、周りの人に聞くとシェアカップももらえたりしたみたいです。で、あと買ったもの、まずはこれなんですけど、リバーズボトルですね。で、まずボトルって今まで買う気なかったんですよ。結構水とかもペットボトルで買いますし、仕事中も別にボトル使わないんですよ。買うとしてもペットボトルで買っちゃうんで。で、ボトルを買うとしても、僕チャムス好きなんで、ナルゲンボトルとチャムスがコラボしたボトルがあって、それだったらちょっと欲しいなって思ってたんですけど、でも買ってなかったんですね。リバーズのボトル今回買って、何に惹かれて買ったかというと、このボトル単体ではないですね。まあ僕がもともとボトルを普段必要とするスタイルのキャンプをしてないので、ボトル今までは買わなかったんですけど、ちょっと惹かれたものがありまして、これですね、これ。これが、もうちょっと見た目で大体わかると思うんですけど、これですね、これ。これしかも、なんか2つに分かれる、2つに分かれる意味あるのかな。これが、ここにつけるじゃん。で、これが、リバーズが出してるやつで、ボトルストレーナーっていうやつですね。このサイズのやつが500円。長いこれが600円で100円違いで、でここにぴったり合うんですね。これが一応はリバーズ用に作られてるんで、口の大きさが違うと合わないらしいんですよね。でちょうどこれ買う時に他のお客さんが、これナルゲンボトルに合ったりしますかって聞いてて、これ一応リバーズ用に作られてるんで多分合わないと思いますよって言ってて、そのお客さんもリバーズの人にナルゲンボトルに合いますかっていうのもちょっと酷な話だなと思ったんですけど、それを横で聞いててこれいいじゃんと思って。で僕お酒飲まないんですよね。お酒飲まないんで、なので動画内でも結構コーヒー作ったりしてると思うんですけど、今回は普段コーヒーとコーラがほとんどなんですけど、今回これを使ってちょっと紅茶作りたいなと思って買いました。もともと紅茶好きなんですよ。今までリアレッティのモカエクスプレスマキネッタですねを買ったんでコーヒー飲んでましたけど、でコーヒーはあれをきっかけに好きになったんですけど、もともとはどちらかというと紅茶派なんですよね。今回ちょっとこれを買ったんで、キャンプでも紅茶飲みたいなと思いまして、でこれから夏になってくるんで、これで紅茶作ってアイスティーにしたいなと思いまして、でこれですね、プラスチックなんですけど、実はこれの耐熱温度が100度なんですね。なので100度まで耐えられます。ちなみに100均とかで売ってるやつも80度までは耐えれるみたいです。ただ沸騰したお湯を入れるじゃないですか。なんで100度に耐えれるっていうので、こういうキャンプ用のやつはね作られてます。ちなみにナルゲンボトルも100度までです。で結構120度までって思ってる人とかも多いんですけど、120度まで持つのはキャップですね。キャップが120度まで持つんですけど、ボトル自体は100度までです。で100度はあれば十分かなと思うんですよね。100度以上にする必要性はないと思うんで、でここにメモリもついてるんで、水の量を測ったりするのにも使えます。でこれと一緒にですね、もう一つ買ったものがありまして、これまた袋もちょっとおしゃれだな、なんか英語が書いてたらなんかおしゃれに感じますね。これがリバーズのウルトラライトハイカーマグっていうですね、めっちゃ可愛いんですよ。でこれもうワンサイズ大きいやつあるんですけど、このサイズの方が可愛いですよね。でチタンなんでめっちゃ軽いんですよ。軽くて見た目が可愛いんで、まずこれで足ためたんですよね。これが可愛くて、流れとしてはいろんなテントがあっていろいろいいものある中で、足を止めたきっかけはこのウルトラライトハイカーマグを見て、可愛いのあるなと思って足止めたんです。でもこれちょっと買うかどうか迷ったんです。いっぱいあって、僕お小遣い制じゃないですか。お小遣い制なんですよ。なんで厳選して買わないといけないわけなんですね。で、どうしようかな、これに決めちゃおうかなって思ってた矢先に、さっきのね
おじさんがお店の人に、これってナルゲンボトルでも使えるんですかって聞いてて、いいえと、の使えません、これしか使えませんってなって、で果たしてこのリバーズのボトルっていくらするんだろうと思って、そこで初めてこれ持ち上げて、こう恨んでですね、で何個か大きさあって、置いてあった中で下から2つ目ぐらいの大きさのやつにして、でこれ見たら1600円ぐらいだったんですよね。もう安いなと思って、でこれが600円じゃないですか、これも安いなってなって、こっちを買おうと、でもやっぱりこれも欲しいなってなって、この3つを買ったって感じですね。でこれが税込み2530円です。この後ろまでね、なんか文字書いてて、なんか可愛いっていうので買いました。でリバースさんはそれだけで、そこまでにしようと思ったんですよ、正直思ってたんですけど。このヴィンテージイノックスというアウトドア用のものも作ってますし、アウトドア以外のものでもカトラリーを中心にですね作ってるブランドがありまして、普段はネット販売してるところで実店舗では売ってないらしいんですけど、それのブースで結構そこも人いっぱい入ってて人気のブースだったんですけど、そこでですねこれですね、スコップ型のスプーン、これ実はリバースさんに行く前にもうここで足止めて、これいいなと思って一回見送ったんですよ。でもリバースさん買った後にもう一回その前通って、やっぱり欲しくなっちゃったんですよね。これいろんなサイズがあるのと、あとこのシルバー以外もちょっと黒っぽい色のやつもあります。でこれが600円、このサイズこの色で600円ですね。もうちょっと大きいやつ、もうちょっとちっちゃいやつあるんですけど、これ600円、今600円ぐらいだったらいいかなと思って買いました。でこれは野菜を食べるカレーっていうお店知ってます？キャンプカレーのお店があって、スキレットでカレー出してくれるところで、味もめちゃくちゃ美味しいところで、そこも僕めっちゃ好きなんですよ。でそこがなんかこういうスコップ、ヴィンテージイノックスさんかどうかは分かんないですけど、スコップ型のスプーンで出してくれるんですよね。でそれがめっちゃ可愛いなってもともと思ってて、でこのヴィンテージイノックスさんの存在は正直知らなかったんですよ。で今回のイベントで初めて知って、で結構ね、なんかお母さんと一緒に来た女の子とかも買っていましたね、これ。まあ、やっぱ見た目可愛くて、別に軽いわけでもないんですけど、多分これ鉄だと思うんですよね。軽いわけでもないんですけど、普通のスプーンの重さなんですけど、このスコップ、まあ、スコップ別にキャンプで僕使うわけじゃないですけど、このスコップの感じがちょっとアウトドア感もあって、ちょっとお守りごと感というか可愛らしいじゃないですか。なのでちょっとついついこれは買っちゃいましたね。ちなみにこれもうちょっと四角いタイプのスコップの形をしたスプーンもありますし、あとこれ持ち手あるじゃないですか、こういう持ち手のナイフとか、あとバターナイフとかフォークとかもあります。そっちもちょっと買おうかなと迷ったんですけど、やっぱスコップがいいなっていうのでスプーンを買いました。でこれが今回のイベントの戦利品ですね。でやっぱり皆さんイベント行った方がいいですよ、これね。無料でいろいろもらえたりするっていうのもありますし、あとは僕もそうですけど、こういう知らないキャンプブランドと出会えるチャンスでもありますし、あとは普段お店で出してないようなところ、店舗がないところ、ネットでしか販売してないようなところのものを実際に手に取って見れるっていうのもありますし、あとはそれもイベントによるんですけど、なかなか手に入らないものも、抽選販売とか予約販売とかじゃなくて手に入らないものが普通に売ってたりすることもあるんで、イベントはおすすめです。で僕の場合は一応ね、今感染対策もあるんで、マスク一度も外さずに回りました。マンボウも一応開けてはいるんですけど、結構人もすごい多かったんで、ご飯はそこでは食べずに家に帰って食べました。何時間もそこに行ってお腹ぴょぴょだったんですけど、マスクちゃんとして一人ね、黙々とくるくる回りました。皆さんもね、行った方とかもおられると思うんで、行った方とかはこういうものを買ったよとかコメント欄に書いてくれると嬉しいですし、今回のイベント、代々木公園のイベント行ってない人もですね、こういうイベント行きましたとかあったら気軽に書いてもらえると、皆さんのことも教えてもらえると嬉しいです。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。